じゃあ自己紹介ということで、今マスターの方からですね、ご紹介いただきました、T&K ということで、今回人前で歌うのは2回目でして、T&K ですけど、豊志と和也ということで、頭文字取ってやってます。で、今回マスターのご厚意でこちらの自演カウンターの、デビューさせていただきますので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、早速あいみょんさんの歌ですねのマリーゴールドを歌います。お願いします。もう離れないでと泣きそうな目で見つめる君を、雲のような優しさでそっとぎゅっと抱きしめて、抱きしめて離さない
とうございます。もう素晴らしい切り替えが良かったですね。ありがとうございます。皆さんあったかいんでありがとうございます。はい、次はですね、K 君はギター弾くだけじゃなくて歌いますんで、の2曲目全部で5曲歌いますけど、今2曲目は2人で歌います。はい、では小袋の歌でつぼみです。お願いします。散り際に
く笑顔のようなつぼみを探してる。次は僕が歌いますけど、次は、ゆうりさんがの歌のドライフラワーを歌います、はい、いいですか、はい、よろしくお願いします、はい。じゃなくていいね、余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた、きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで今日のことを笑ってくれるかな、理由をちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌、声も顔も不器用だと
だから前回と変えましたね。最後変えましたよね。ありがとうございます。今ドライフラワーでちょっとしっとりしまして、はいですか。で次歌う曲はですね、サザンオールスターズさんの真夏の果実で、ちょっとまたさらにちょっとしっとりしちゃうんですけど、はい、ここはまあしっとりってことで、はい、じゃあ、指ちょっと指がちょっとガチガチになってますけどねはい、じゃあ、真夏の果実お願いします。忘れられない。
なんか喋った方がいいですかね。はい。ですね、はい、あ、喋りますかね。あの、まあ、K、まあ、T&K の、まあ、和也くんですけど、出会って どれぐらいですかね。3ヶ月ぐらいですかね。はい。そうなんです。はい。なんかまた新鮮なカップルみたいな感じですよね。はい。僕40なんですね。ええー、みたいな。40で、あの31ですね。僕のが。だいぶ年上っていう。逆ですか。で、なんだろう。お互いなんか猫好きで、僕があのなんかノルウェージャンっていう大型の猫飼ってて、で、あの和也くんは。僕メインくんですね。僕がメインくんですか。そうです。なんかお互いいろいろ趣味とか、やっぱ音楽もそうですし、飼ってる猫もすごいそっくりだったんで、一気投合して。で、まあ、一緒にやろうということで、はい、あのすごく素敵な綺麗な声なんで、はい、ハモってて気持ちいいなという、はい、感じです、はいはい。で、まあ、あの初めにも言いましたけど、あの本当今日はあのこうやってご声いただきまして、こう歌わせてもらうことに本当感謝してます。ありがとうございます。で、まあ、最後の曲ってことで、はい、ですか。なんかお約束みたいな感じで、あ、喋ってないですね。ちょっと喋ってもらいますね。はい。なんか、あ、まあ、ちょっと口下なんですけど、まあ、ギター始めて、まあ、大体2年ぐらい経ちまして、こういう場に立たせてもらって、はい、嬉しいですけど、まあ、そういう緊張してますんで、あの、温かい目で最後まで見てください。聞いてください。お願いします。はい、ありがとうございます。まあ、温かい、もう雰囲気がもう、ありがとうございます。助かります。じゃあ、最後はあの2人で歌いますんで、はい。EXILE さんの道を歌います。はい。じゃあ、いいですか。涙邪魔して
した涙が止まらない。どうもありがとうございます。以上になります。はい、また出る機会がありましたら T&K を覚えてください。どうもありがとうございます。ありがとうございました。